脱炭素だ脱炭素だと言ってただ EV を作って売ればいいんじゃありませんそこには当然その EV を充電でできる準備が必要ですよねこの EV の普及と充電設備の充実は常にニワトリと卵。 どちらが欠けてもどちらが遅くてもお互いにスローダウンさせますその点で日本はちょっと諸外国から遅れていると言いえますいや遅れているだけじゃなくて実はその考え方自体がちょっとずれてるんじゃないかとバートは考えてしまいますおいバート日本のどこがずれてるんだってそんなに怒らないでください今日は欧米の例も見ながらそこにフォーカスします私どこ行ってますね いここうういともできるんですよ立ち上れ皆さんこんにちは元テスラ社員で経営コンサルタントのバートチグザですこの半年ほど僕の本業である経営戦略コンサルティングで非常に増えてる案件がありますそれはですね EV の充電関係にまつわるビジネスコンサルティングなんですねお話や質問をいただくのは大企業であったりスタートアップであったりそれは様々なんですけれどもそこにはですねある共通点があるんですねそこでバードが感じた点を是非皆さんとシェアしたいと思いますさて今日のお話はこれ1おさらい充電システム2まず欧米はどうしてるの 3日本は何かがずれている4日本で優先するべきことそして5こうすればいいという例1おさらい充電システムまず充電するにはどのようなシステムがあるんでしょうかそれは大きく2つに分かります1は自宅充電そして2は経路充電です皆さんも多分聞いたことのあるテスラのスーパーチャージャー網はこの経路充電に入ります また自宅用にはこのウォールコネクターというのをテスラ売っていますねこれはお家で使う場合は自宅充電になりますもう一つ分類の仕方がありますそれは普通充電と急速充電です この普通充電の中には、まあ、皆さんの、ね、ご自宅のコンセント普通のコンセントを使うものと普通充電器というのを使うものと2つありますコンセントとは皆さんのお宅にあるあのスマホを充電する、ね、あの 100V とかあとは洗濯機の、ね、乾燥機とか、ね、あれを回すための 200V とかありますよねこれにプラグを差し込むだけもしくはテスラのようにあの AC アダプターを介して充電します で、テスラの場合はね、その充電器というのは、この車の中に入ってるんですね。ですから、特に必要ありません。そして気になる急速充電です。これはスーパーチャージャーはね、急速充電に入りますね。 そしてテスラ以外だとこのチャデモに代表されるね急速充電がありますねその他にもですねこの世界にはこの充電器が様々な種類がありますこのアメリカやヨーロッパでねよく使われるこの CCS というプラグはですねこの急速充電と普通充電の両方がね合体して一つになってるんですよねでもちょっと大きいですでこの CCS1 がアメリカで CCS2 がヨーロッパでよく使われる プラグインですで中国は中国で独自の GTB というねそういうプラグを使っていますねそしてご存知テスラも、まあ、アメリカとか日本用のとあとはねヨーロッパとか中国で使われているものはねこのプラグの形が違うんですよですから例えば日本で買ったモデル3をヨーロッパに持って行ってもそのまま使えないんですね でこの急速充電の世界もどんどん進んでいて要するにこの充電すするるために出力これがどんどんんん上がってるんです例えば、ね、日本の茶でもこの多くはですね、まあ、50kW ぐらいのものが、ね、まだまだ多いんですけれどももうあまりね急速とは言えないぐらいになってきてるんですけどね、えーまあ、テスラの最新版は 250kW です。で、ね、50kW 対 250kW だいぶ進んできてますよね。 でこれはどういう意味かというとですねこの同じ例えば20分充電したとしますよねそれでも走れる距離はもう何倍も違うってことなんですそしてこの充電器側のパワーがたとえ2 5 0ットあったとしてもですよこの車の方のこのパワーをね充電を受ける性能がないとその車の性能で限界になってしまうということなんですねなのでその車側のねあの話も重要なんですけれども今日は充電器の話ですのでお話を充電器に戻します にまず欧米はどうなってるの、まあ、日本を見ていく前にですね、まず諸外国を見てみましょう。で、まずはテスラの本国であるアメリカ。 まず先ほどからご紹介しているこのテスラのスーパーチャージャー網ですねこれはもうアメリカ国内に1200所以上あってですねもうその中でも大体1箇所に最低しごきあるんですね多いところはもう40機50機とありますこのテスラのスーパーチャージャー網はですねこの世界で最も拡大展開をしていてそして非常に信頼性の高い急速 充電網ですでは自宅充電はというとねここでもね複数のチョイスがありますまずはさっきご紹介したテスラのウォールコネクターこれのね最新号はですね、えー、いつもまあ、常時ネットにつながっている IoT を搭載していますしかしこれが必ず必要というわけではありません、えー、まあ、普通のね家庭用のコンセントまあ210とか120ボルトですねもしくはその洗濯機とかを使う240ボルトこういうあのコンセントにですね直接挿してしまえばいいんですねまあ、テスラは車を買う と、そういうそのモバイルチャージャーキットっていうのはついてきます。それをもう本当に単,単純に刺すだけなんですよ。僕もね。築50年以上経ったマンションでですね。自分の駐車場で毎日それをやってました。まあ、アメリカではですね。その ev ユーザーの7割から8割がまあ、自宅もしくは職場でですね。毎日もしくは2日に1っぐらいの感じで充電をしています。 ではテスラ以外のものを見てみましょうまず一番メジャーなのは多分この急速充電専用のネットワークこのエレクトリファイアメリカという充電網ですそしてもうすでに800か所以上展開してですねそして全ての EV に対応できるようになってるんですよそしてその、まあ、最高出力は 350kW というこのテスラの最新のものよりもねさらにパワーアップしていますでこのエレクトリファイアメリカはですねフォルクスワーゲンの完全子会社なんです、えー この、ね、フォルクスワーゲンがどれだけこの北米の EV の普及充電にまあコミットしてるかというのはよく表れています。 で次に急速充電はまだ少ないんですけれどもこの普通充電ですねもう北米で1万8000機をすでに展開している普及トップクラスのこれがチャージポイントと言いますこのチャージポイントはですね有料のものもあったり無料のものもたくさんあったりしてですね特にショッピングセンターとかその商業施設とかですねそういったところによく配備されてるんですねであとは企業がね福利厚生でもう会社のパーキングとかにね設置したりもしますでその IC カードと スマホで簡単に使うこともできますこのチャージポイントと似たようなモデルなんですけどもあとはその路上の駐車場とかでね充電ができたりそういうモデルも含めて、えー、まあ展開をしているのがブリンクとか EVGO とかもあります。 そうして面白いのは、このボルタというですね、この広告料で、まあ、賄っているビジネスモデルなんですね。なので、このレベル2の普通充電を、まあ、大体どこでも無料で展開しています。まあ、ショッピングセンターとかですね、シネマコンプレックスとかそういうところにたくさんあるんですよね。で、その、私もね、よく行くスーパーのね、あの、ところにありましたし、あの有名なアラモアナセンターにもね、12機もあるんです。大体ね、便利なところの入り口の近くにあったりしてね、まあ、e、EV ユーザーじゃなくてもよく目立つようになってるんですよ。 このボルタは、ね、この2021年に上場したこともあって非常に期待が高ままっていますで、ね、単に、ね、その充電できる広告タワーというだけではなくて、まあ、例えばセンサーとかカメラとかついて,てです、ね、そのまあどういう車が、ね、充電に来たかそれを感知して、えーまあ、それに合わせた広告を出したりあとお天気ネットワークとつながっていてです、ね、この雨が降りそうだなというとそういう、ね、雨に関係とか暑くなりそうだなというと、ね、なんかそのコカ・コーラを出したりですねそういう というふうに非常にインテリジェントな広告タワーなんです。 このようにです、ね、その各施設ごとにその充電器をまあつけたり管理したりということではなくて、まあ、一つのです、ね、会社が統一ブランドで全国展開をしてとかねその専用アプリでまあカスタマーを囲い込んだりですねそこにまあコミュニケーションしたりそしてその付加価値をつけていったりサービスを重ねていくそういう展開がとても特徴的ですね。これは充充電電器とととかか、ね、ステーションとか、ね、もう単体でで、ね、利益を出そうというのではないの なくてもう本当にねもう全国展開ですよね広くやってネットワーク全体として利益を上げるうそういうビジネスモデルですここはねビジネス観点として非常に重要ななポイントなんです、まあ、アメリカの、ね、バイデン政権はですね2021年に、まあ、約140兆円に上る、まあ、全国のですねいろんなインフラをそのアップグレードするその法案に署名したんですね。そのの中でで EV 充電網だけでも 約8600億円に上るまあ予算を持ってもう今年からもう使い始めています。これでその2030年までにですね、もう充電ステーションを50万箇所まで拡大すると言ってるんですね。今の10倍以上です。しかし充電業界ではまだそれでも足りないんじゃないかと言ってます。 ね、それもねアメリカではですねさっき言ったように EV オーナーの7割以上の人たちがもう毎日自宅充電しているそういう前提の資産だとしてもですよ、まあ、アメリカは国土も広いですしねその長距離運転する人も多いのでそれはまあ理解できるんですよね、まあうん、そこにきっとねハワイ州はまあ島なので、まあ、長距離運転はしないんですけどもその分ですねそのコンドミニアム住んでる人も非常に多いですねアメリカにしては非常に割合が高いなので まあ需要としては高まってきています。 さてではヨーロッパの状況を見てみましょう EU が掲げる2035年までにですねこの来年期間の自動車の新車販売を100%禁止すると、ね、言っていますけれどもそれを支えるための EU 充電網というのはどうなっているんでしょうか、まあ、EU とね一括りにはできないその各国のね、まあ、取り組みもあるんですけれども、まあ、その方針もね少しずつ違っているように見えますけどだんだんまあじわりじわりとね情報修正をして統一されつつあるなという感じがしますでこのヨーロッパ で一番象徴的だというのはこのアイオニティという急速充電網ですこれはねさっきアメリカの時にご紹介したもう800か所をね展開してるというあのエレクトリファイ・アメリカあら、ね、そのフォルクスワーゲンの完全子会社でしたよね今回はフォルクスワーゲンはまあ言い出しペンに入ってるんですけれどもそれプラス BMW だとかメルセデス・ベンツだとかフォードだとかあとヒュンダイキーヤも出資したこのコンソーシアムっぽい形のですねまあ取り組みの そしてすでに24価格で稼働していますそしてこの最大の特徴はですねこの最高出力が 350kW のものがあるっていうことですねこれはさっきのねそのエレクトリファイアメリカもそうでしたよね、まあ、なので多分このフォルクスワーゲンのこの移行はね、えー、出てるんじゃないかと思いますで見てくださいこのデザインもなかなかよくてですねそのメンテも高品質で非常に使いやすいまあ一箇所にねもう複数台ありますので非常に使いやすいということですでこのさらに興味深いのはこのヒュンダイ キーアが出資しているってことこですよねでも今のところ日系メーカーは一社も入ってませんでもう一つねこのアイオニティと違う試みで面白いのが、まあ、BP とかです、ね、シェルといった大手のです、ね、石油会社が、まあ、この充電ビジネスにかなり本気で入ってきてるんですねこれはですねこの石油会社であった大企業がエネルギー会社へとシフトしているこの現れだと思いますでこの BP の充電ブランドである BPPURS っていう会社はですねその自宅充電 経路充電職場充電電職場いろんな形のサービスを、ね、提供してるんですけれどもサブスクリプションで,です、ね、月額大体いい1200円ぐらいでもうイギリス8000か所で、えー、もう充電し放題だそうです、まあ、それら多くはです、ね、まだこのレベル2つまり普通充電のものなんですけれどもだんだんその 150kW レベルのです、ね、急速充電網も、まあ、スタートしてるらしいです、まあ、同じ石油会社でもこのシェルはですね ガソリンスタンドを。 急速充電専用のまあまあステーションにコンバートしようというそういうまあ試みがあってですねまあこのロンドンで最初に作ったやつはここで充電するための全ての電力は再生可能エネルギーで供給すると言ってますまあこういう形でですねそのもう既に8000基の充電網を持っていますまたフランスのスーパーマーケットチェーンと提携してですねまあ最大800か所のですねまあスーパーマーケットの入り口の近くに十数台の充電器を配するという。 こういいったプロロジェクトも進んでいますででヨーロッパ特にフランスとかはですねこの料金のですねメーターに充電器がついていて、まあ、レベル2とか普通充電なんですけども本当にね近所でどこ,どこでも充電ができるっていうふうになってきてるんですこのようにヨーロッパでは国とか地方自治体が EV 普及のために法律を作ったり施設を作ったりして非常に支援しているっていうのがね特徴的ですね特にイギリスですねこの,ヨーロッパの の中でもこの来年エンジンにね期限を最初に発表した国でもありますので非常に積極的にですねこの支援策というのを出してきていますその1つにその2022年からもうすでにやってるんですけれどもこのすべての新築物件 まあこれは住宅もあり、集合住宅もあり商業施設もありビルもありで全ての新築物件には EV 充電施設をつ、ね、けなければいけないこの義務化するということをもう施行してるんですそこのように責任を、ね、この車メーカーだけに押し付けるのではなくて国レベルでもう先導してやっているのが特徴的ですでそれだけではなくてこの新築だけじゃなくてです、ね、そのメジャーな改築をするときも義務付けてるんですよそれだけ徹底しています。でこれは年、ね、年後からとか5年後かかららという ではなくてねもう今年からですからねねいつやりますすか今ででしょあの精神ですよ、ね、これを含めてねその自宅充電ができるように非常に強くプッシュをしています、まあ、今でもですねもうヨーロッパではすでに7割から8割の人たちが自宅充電もしくは職場充電で、まあ、毎日もしくは2日にいっぺんぐらいのペースで充電をしているこれもねアメリカに似てますよね。 そしてヨーロッパがラッキーなのはもう大体の国は220ボルトとか240ボルトその間ぐらいなんですよねですがもともとが、まあ、EV 充電に非常に向いているということなんですさらにヨーロッパの中でも、ね、EV 普及が最も進んでいるノルウェーね、そこにはですね驚きの充電電源がありました。 北欧にはねよくあるらしいんですけれども、まあ、寒い地域ですのでこのガソリン車の時代からこの電源っていうのは使われていました、まあ、冬ですねその車を外に止めておくと、まあ、エンジンがねもう凍ってしまったりつかなくなっちゃったりしますよねそれでその電源を引っ張ってきてその独自のヒーターをね、まあ、そのエンジンルームの中に入れて温めてるらしいんですよそれがまあもともと230ボルトなんでノルウェーっていうのはねそれがもうぴったりなんですよこののよううにです、ね、このノルウェーというのは この自宅充電率がですねこの戸建てだとなんと97%もあるらしいんですそしてこの集合住宅であったとしても64%なんですってしかしこのノルウェーだけに限らずですねこのヨーロッパ全体を見ても EV はだいたい自宅充電か職場充電でまあ毎日もしくは2日にいっぺんっていう感じですからまあヨーロッパもアメリカもねその辺は非常に似ていますよね。 3日本は何かがずれているそこで日本ですよねでんまあ EV に乗って6年のねこのバートから見ても何かがね圧倒的に違うんですよね何かずれてるんですよそれは大きく分けて2つのレベルで感じます1つは企業レベルですね そしてもう一つは個人ユーザーレベルです。この二段階で感じるんです。まあそれに比べてね、その政治レベルっていうのもあるんですけども、まあ政治家さんたちはですね、その国民とかね大企業がそっちに考えを変えるとですね、まあついてくるっていうかね、まあそっちの方見てくれますから、まあそこは置いといてですね。ではまずこの企業レベルのお話をしますね。えー、まあ先ほどねお話したように、まあこの昨今ですね、僕がやっている経営コンサルティングのまあお話で。 圧倒的に多いのはこの充電周りの EV の充電マイルのお話なんですよ。 クライアントさんはねもう大企業も多いですしスタートアップもありますし例えば自動車産業インフラ産業、えー、まあほん全然関係ない異業種からの参入とかねそういうのも含めて本当に様々ですでもねこのズレてるポイントっていうのはねもう共通してるんですねではまずそのズレてるポイントっていうのを一つ一つ見ていきましょうまずね僕のこの経営コンサルティングで伺わさせていただくお話のですねもう全てが、 急速充電に関わることなんですねこれがこのずれてるポイントその1ですそうまあ急速充電は重要なんですよ重要なんですけれども問題はその中身ですまずこの急速充電もビジネスというのをハードウェアビジネスだと捉えていることが非常に多いんです で、それはどういう意味かというと、まずはこの充電器というハードウェアがありますよね。で、これをどっかに置いて、まあね、設置してですね。そして充電を提供して、そこで売り上げを上げる。そういうね、その充電器というハードウェアが中心になった考え方なんですね。で、ね、そのポイントがずれているポイント、その二なんですよ。 この充電ビジネスをですね次にその充電に対してそのね課金するだけではどうもひょっとしたら利益が出ないんじゃないかとは考えている方が多くてですねでそれはどうするんですかって聞くとですねそのまあビジネスモデルがですねどうもはっきりしないんですねそこがズレているポイント3ですビジネスモデルが 曖昧次にずれてるポイント、その4えー、まあ、スケーラビリティというお話がほぼないんですね。まあ、これはねその日本なら日本国内で何箇所とかね。何期何万期とかね。そういうそのまあ、大きなビジョンですよね。それがないんですよ。 でこのビジネスというのはもう数か所やっただけではもう基本的に絶対利益出ませんのでさっきご紹介したそのアメリカとヨーロッパです、ね、その成功例を見るとまず少なくとも、ね、全国レベルもしくは国際レベル展開をするそのネットワーク全体として利益を出すそこですよね、そのスケーラビリティというのは非常に重要なんです。 まあしかしね、そのアメリカでもね、初期の方、ハワイでも見てきました。その最初の頃はですね、そのガソリンスタンドとかにね、1機とか2機とかね、その急速充電器を設置してですよ、やったりもしてましたけども、そのほとんどはね、もう、まあやめてしまいました。ではなぜそれらのね、事業が、 採算取れなかったのか。それはこのずれてるポイントその5に繋がるんですけれども、まあメンテナンスの重要性がね、まあ理解されてないことが非常に重いんですね。でこれはねこの事業の成費を分けるこのポイントだと言ってもね過言ではないんですね。でまあここ極端な話ですよ。まあよく聞く話はですねこの急速充電器を設置して、あとはまあ自動的にねまあ充電して売り上げが上がっていく。まあそこはねね簡単ではないですけれどもそういうなんか。 雰囲気を感じるんですよそれは、ね、大きな誤解なんですこの急速充電網のビジネスというのは最初からちゃんと考えてシステムを作っておかないと後とからですねその点ねその例としてそのテスラのスーパーチャージャー紋っていうのはねもう3万機以上あるんですけれどもこのですねこのメンテナンスのクオリティだとか信頼性が他の他社と比べてもね非常に高いんですよ。 でね、それはどういうことかというと例えばねその経路充電でもうその急速充電が必要になってくる時ありますよねでもうなんとかそこまでやってきたのにせっかくやってきたのに何らかの不具合かなんかでその急速充電器が使えないとこれ最悪ですよねまたはねそのアプリに載っているその最高出力とかと比べるともう全然比較にならないぐらいの低出力でしか充電できないとかねあるんですよそして、ね、そのせっかく 給食充電も作ってもですよそのユーザーの立場から見るとねもうせっかくやってもメンテナンス行き届いてないのであそこの会社のはねもう使わないことが多いからね他を探そうっていうことになっちゃうんですよそうするとねその充電器が故障しているまたはお客さんが来ないするとですね売り上げにならないんですそして当然顧客満足度が悪くなりますよねこれらも重要なのはハードウェアとソフトウェアと両面からのメンテナンスなんですこれは質と量ですよね この量というのはまあ頻度とかそういうところが入ってきます。そしてずれてるポイントその6はですね。この充電器の機能というのは充電するだけだと思ってらっしゃることが多いんですね。それはまあそのさっきお話したようにですね。その充電器の周り、もしくは隣接するところに、例えばお店だとかカフェだとか作ってですよ。まあ、何かシナジー効果を生もうとそういう話はいっぱいあります。なんですけれども。 充電器そのものに他の機能をつけようというお話がもうほとんどないんですね。っていうか全くないですよね。それは例えばね、そのさっきアメリカの例でね、あのご紹介したボルタ、あれみたいにですね、広告を載せるっていうこともできるわけですね。広告はね、馬鹿になりませんよ。だってね、あのガーファね、あの GAFA の4社の中の2社、Google と Facebook、いや、今はメタですか。ね、えー、その主な収入源は広告ですから。 その辺からずれてるポイント、その7に繋がってきます。それはソフトウェアの重要性を。 うん分かっっててていいいただいてなな感じなんですよねでこれはねさっきの話の,その広告とかっていうだけじゃなくてこのカスタマーの,、ね、そのフィードバックだとか付加価値サービスだとかそういうコミュニケーションですよねでその、まあ、囲い込みとかですねそういうその、まあ、もろ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 なんですよ。それプラスその充電器自体の,です、ね、このソフトウェア武装だとかアップデートだとかアップグレードだとかねそういうメンテナンスですよね。あとは遠遠隔隔操作遠隔プラ トラブルシューティングとかねそういったところも含めてもう全部ソフトウェアなんですよですからこの急速充電器というものをもう充電もできるコンピューターぐらいにね捉えていただきたいんですでこれはねその EV 自体をですよ EV を自動車じゃなくてその走って乗って走れるコンピューターというふうにね捉えていただきたいっていうのと同じなんです。でずれてるポイントその8とははねこれは ブランディングとかマーケティング、そういうお話が。 あまりないんですね。まあ、それはね、仕方がないかもしれません。その。例えば、こういう考え方ですよね。その場所を見つけて、充電器を設置して、あとは充電で課金する。これで考えておるとですね。じゃ、あなんでブランドなんて必要なの。で、ね、マーケティングなんてなんで必要なの。思うかもしれません。ね、そ,そういう時、私をお尋ねします。えー、まあ、例えばね、そのもう何社かがね、参入していたとします、ね。コンピューターいるとします。そこで、えー、一言ですよ。御社の充電網の、まあ、差別化。 要素ですねそこを教えてくださいとこれ重要なんですよすごく この充電網ビジネスというのはこのネットワークをベースにしてですよそのネットワーク全体でやっていくものなんですそしてこのアプリとかでですねそのユーザーと非常に簡単に便利に全てのことをつないでいくっていうことですよねなのでそこでそのマーケティング戦略だとブランディング戦略というのはもうその充電網の存在意義そのものを定義づけるんであってで後付けでは絶対にダメなんですそしてもうもう,もうこれ最後にしますね ずれてるポイントその9それはですねアップデートとかアップグレードこのお話がなかなか出てこないんですねまあ、今後ねたった数年間の間にその急速充電棒の世界ではですねその技術だとか市場から求められる内容というのがどんどん変わっていくんですねその最もわかりやすい例としては 高出力化というのがあります例えばまあアメリカヨーロッパではね今のところ150キロワットから350キロワットぐらいですけれどもこれが500キロワット800キロワット1000キロワットという風うになっていくわけですねその進化とともにねその車側の充電性能も上がっていきますでそのまあ2つの両方の進化にまあちゃんとついていくというかそれをリードするぐらいの そのアップグレード戦略が必要なんです、まあ、ユーザーはねその時々で最も高出力な充電器を探そうとします、まあ、ですから今残っているねそのチャデモとかもうすでにあまり急速とは言えないそういったですね充電網を放置しておくと、まあ、よっぽどのねなんか特別な理由がない限り選んでもらえなくなってくるわけですですからねこれから作るとしたらばそのハードウェアをねどうしましょうか、ね、例えば最初からある程度入れておいてあとからソフトウェアのアップデートでまあ 更新しましょうというのかそれでもその都度変えるのかその時のですねじゃあその高圧電源っていうのはどうするのかとかですよねでその料金体系とかもあるじゃないですかですから例えばねその10年先ぐらいまでは見越したその戦略ロードマップっていうのを作っておくべきですよねただその進化の工程とかね方向性っていうのは途中で変わる可能性も十分ありますしそういったことにも変化にも対応できるような、まあ、ある程度フレキシブルだとかモジュール化したまあエア とかねそういうその戦略立てをやっぱりしておく必要があると思います、ね、さてさていかがだったでしょうかでもねまだお話ししていない日本の充電に対して一番重要な点があるんですよその前に今度はですねその企業ではなくて個人ユーザーという視点から見たそのズレてるポイントを見ていきましょう。 一番重要な点マンションに住んでるんで急速充電器がないめちゃめちゃうちで,で充電なんかしたらね電気代いやそれじゃ全電ダメじゃんそれってにあんま関係ないねって100%まで充電しない方が十数分とかでほとんどいないんですよ 優先すすべききこと事業化をしていいたただきたいんです大きな規制緩3段階で実はあったんですよまだもうできるじゃんともうこれやるしかないじゃんもうエブリデイ中でその切り替えてくれるんですね使った分だけフェアなシステムなんです補助金モデルはエブリバリーハッピーでなければもう日本は大丈夫です